モンモデル700分の1スケール、中国海軍空母艦3トンです、こちらのモデルは、こういったちょっとこう特徴的なローリングテイクオフ方式の甲板になっています。一応2017年に推進式をしまして、2019年に偽装を済ませて中国海軍に引き渡されているそうです。でこちらの方が、箱の中になります。こちらが環境がこう1個でこう抜いてあるような作りになってまして、あとはこういう、こう甲板状のものがあります。でこの辺は救命ボートとか横のこの、走行のところに部品になってます。でこれが細かな偽装のパーツなんですが、ちょっと破損防止のためにこういうクッション材が巻かれちゃってるので、ちょっとこの辺が分かりづらいかもしれないです。でこういったまあ部品ですね。これもこれエレベーターのところですね。でこれが飾る用の先代の部分になります。そしてこれが艦載機の J15 です。これが、12機入ってます。でこちらがスクリューとここにヘリコプターが、Z18 と Z20 っていうのが各2個ずつ入ってます。であとこういったような部品が入ってまして、でこれがスクリューシャフトや舵になります。でこれが船の底の部分なんですけど、これがだいたい40センチぐらいです。そしてこちらの方が上のこの、船体の部分になります。これがだいたい45センチぐらいあります。でこれが、飛行甲板の、上の部分とそこにこの貼り付ける部分の、プレートが入っています。でこれが、ちょっとこういう風に沿ってる、甲板になってます。であとこちらがデカールシールになります。あとこの飾り台のところに貼るちょっとこうメタリック調のシールが入ってます。こちらの方が色分けとかのこう参考のカラーのカラー写真になってまして、こういったところで色を見てもらいまして、あとこの辺がデカールの貼る位置が書いてあります。これがその甲板状の部分です。でこちらが艦載機の方のデカールの貼る位置になってます。部品はこれで以上になります。でこちらの方が組み立て説明書になります。こちらちょっとこう細長い説明書なので、ちょっとずつ、こうローリングしてきますけど、まあこちらの方がこの、船の解説が書いてあります。そしてこちらはまあ必要な工具や注意書きなどが書いてあります。そしてこちらの方から製作になります。まず、スクリューシャフトとスクリュー、あと舵を、船底のパーツにつけていき、そしてここの上の船体のちょうど横真ん中の部分をはめていきます。そして中の格納庫の甲板を取り付けていきます。そして、ここに、横の、こう走行板とかをつけていきます。でこちらが逆側の方を作っていき、こういうところに救命ボートなどがつきます。
それでこちらが艦首の方の部品の取り付けになりまして、でここがエレベーターのレールの組み立てになります。そしてこちらが武装のプラットフォームの組み立て でここで甲板の部分を取り付けていきます。でここでエレベーターを取り付けていきます。そしてよいしょと、これが次の説明書になります。こちらがこういう救命いかだを取り付けたりとかしてきまして、でこの上部の飛行甲板を取り付けていきます。そしてよいしょと、こちらの方でまたこう横側の部品をつけたりとか、あとこちらの方で環境を作っていきます。でここでレーダーとかを取り付けていきます。そしてさらにまたレーダーを取り付けていき、でここで船体と環境を取り付けるようになります。そしてよいしょ、こちらの方が船台になります。そしてこちらが艦載機のヘリコプターの組み立てになります。で、飛行機やヘリコプターはお好みに合わせて搭載してください。そしてこちらがカラーリストになってるんですけども、具体的にどこのメーカーの何番とかは書いてありませんので、一応これを参考にしてみてください。そしてこちらが部品リストになっています。はい、これで以上です。